書き順に気をつけましょう。一画目は払いからです。真下に持っていってゆっくり左に真横に払います。そして重ねて斜め上に横書くです。続いて細く置き直してさっきの払いよりも短いところで止まって直角に跳ねます。中心からぐーっと降りていって止まります。止まった後直角になるように上に跳ねます。そして優しく払った後で先を整えて落ち着いて描きましょう。長いは縦棒からです。ちょうど中心のあたりから描きましょう。縦棒です。そして横の折り目の上から反り上がります。2本は少し短めに1、2、そして1をしっかりここよりも左側から縦にまっすぐ縦置き直して跳ねます。向こう側から跳ねた後この間を通ってここよりも下がらないようにしてここで慎重に止まった後ゆっくりと跳ねます。